農林水産省によりますと、今年収穫する主食用の米は747万トンと、生産数量目標の751万トンを下回る見通しです。米の消費は1960年代から一貫して減り続け、農水省は1971年から減反政策を続けています。しかし毎年作りすぎが出て価格下落の要因になるため、農家に補助金を出して家畜用の飼料用米や大豆、麦などへ生産を切り替えるよう促してきました。